頭もいいし運動神経も抜群だし私が困った時はいつも助けてくれるんです。そんな小太郎くん、普段の生活の中でもよく私を助けてくれます。例えば洗濯物をしまう時、大丈夫かな、靴下から、はい、閉まってきて、小太郎くん閉まってきて、ハンカチ、ズボン、よし、終わった。はい、小太郎くん、ありがとう。一番も片付いてないんですけど。全然ダメじゃん、ちょっと持ってきて。もしもね、ほら、ズボン、なんでハンカチそんなとこにあんの。もうほら、ズボン、ほら、ズボン、いいよ、じゃあ私がしまうから、返して。ほら。Thank you.
て続いてご覧いただくのがお猿さんの芸の中で一番難しいと言われている掛け馬なんですけれども、ねこ太郎くん、あれ何どうしたの、疲れちゃった、準備している間だけだよ、わかったわかった、寝てなさい今日はこちらの普通の竹馬ではなく、なんとこちら長い竹馬ご覧いただきたいと思います。はい、小太郎くん準備できたよ、そろそろ起きて、小太郎くん起きなさいって、ほらちゃんと起きてって言ってるでしょ、ほらちょっと返しなさい、ほらいい加減にしなさい、痛い、何すんの、ちょっと、もしかして二度寝
ちょっと待って、そんなに広くないと思うよ、見てごらん全然見てないじゃない、そんな難しくないと思う。
はい。